はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はクラン対戦から、タウンホール11の、動画を見ていきたいと思うんですけども、見ていくのはクイヒーディガーで、最近ね、このクイヒーにのディガーをラッシュで加えた編成っていうのが結構流行ってると思っていて、でなんでかっていうとね、ディガーって相手のまずヒーローとかも、ぶち当たれば倒してくれるんですよ、ホグと違って。でもう一つは、タウンホールもそうですよね。ホグライダーって通過しちゃいますけど、ディガーはタウンホールもしっかり壊してくれるんで、どうしてもね、星2をしっかり取りながら全開狙いたいっていう場合には、結構このね、クイヒーにディガー混ぜた編成っていうのはよく見られるなと、最近よく思ってます。ただ一方で難しいのが2つ。一つは時間がほんと足りなくなりやすい。で、もう一個っていうのは、ディガーがね、いつの間にかばらけて散って消えてしまうっていうパターンなんですけど、今回ね、2人の方が、このクイヒーディガーで同じ村を攻めてくれましたんで、ちょっとね、それを見ていきたいと思います。で、まず最初は、マサさん。マサさんの攻撃なんですけども、こんな形でね、まずクイヒーを、2次面からこう入れていきます。で、入れていって、で、壁を開けてからしっかり援軍まで釣り出して、で、クイヒーとディガーを多分これは合流させようっていうイメージですかね。で、攻めていってると思うんですけども、さあ見ていきましょう。この配置ってでもまずどうでしょうね。真ん中にタウンホール と、クロスボウがあって、でかなりね、真ん中の火力が高い、回廊型の配置という感じですね。で、ここがちょっと深いんですよ。なんで、単純にね、クイヒーで外を回そうと思っても、対空砲が邪魔になっちゃって、どうしてもね、クイヒーのヒーラーがやられちゃうっていう、まあそんな配置になってるんですけども。さあ、で、ここからね、バスターを12次面から入れて、で、ボーラーでサイドカットを入れながら、ディガーをもう回してってますね。ただ、ちょっと多分これ、クイヒーが逆走したんじゃないかなと思うんですけど、クイヒーとね、ディガーたちがこう分かれていっちゃっていますよね。で、こうなってくると結構ね、この攻め方きついものがあって、真ん中のディガーがね、どん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 このクロスボウとヒーロー、あとはもうテスラとかの攻撃を受けて、だんだんこう自利品になっていってしまってるんですよ。で、もうね、見ていくと結構ディガーがいなくなってますよね。こんな感じです。で、オーディーンもね、あーオーディーンじゃないわ、グランドオーデンも、ディガーにつけて本当は多分ね、トームを使いたかったんでしょうけど、それもね、クイーンが逆走しちゃったんでやらせてもらえなかったということですね。で、やっぱりね、こういうところ残ってしまうとクイーンが壁を打ってしまう。で、その間にユニットがこう進軍していくんですけども、かっこね、防衛施設から撃破されてしまうということですね。で、まあ、マサさんのね、今回の攻撃でちょっと誤算だったのは、やっぱりクイヒーが逆走しちゃったことで、これがあったんで、もう途中まで出していたバスターとかね、ディガーを止めれなかったってことですね。で、もし逆走した場合には、こっちからどう入るかという考えをね、事前にもし持ってたらまた少し違ったかもしれないんですけども、まあでも、まあ結果論かもしれないですね。破壊率だけを見ればね、結構 80% 後半で、もう 1,2,3,4,5 とこんだけ防衛施設を壊せば、まあ、全開だったのでね、まあ、非常に惜しい攻撃だったと思うんですけども、あとはこのままクイーンが壁を叩いて時間切れということになります。で、ちなみにね、マサさん、決してね、そんなに技術が低いプレイヤーでは全然なくて、この1個下のね、11番なんかはもうマサさんがきっちり全開取ってくれてます。ただね、やっぱり同じ配置でも攻め方によってどうしてもね、結果が変わってくるってあるじゃないですか。まあそれが今回出てしまったかなというところで、ちょっと残念ではあったんですが、これをね、挽回して取ってくれたのが良太郎さんです。実はこの攻めをちょっとミスってるんですけども、それでもね、やっぱりクイーンとディガーがうまくこう共同すると全開にすごい近づくということですね。ちょっとぜひ見てもらいたいんですが、良太郎さんはね、この区画にもうクイーンを入れてしまってますね。で、多分狙いはこの細い通路、ここですよね。ここにクイーンを入れていって、中をぐるっと歩かせていこうっていう話だと思いますね。なんでかっていうと、この通路に入っちゃうとね、こういう施設も全部クイーンの攻撃が届くんですよ。で、届かない防衛施設がなくなるんで、クイヒーがね、ある意味そのダメージを
まあ、ターゲットを取る役割をしながら、ディガーの進軍を援護していくと、まあ、そういうね、攻め方が、おそらく両太郎さんのプランだっただろうと思います。ただね、ここでちょっとクイーンが逆走しちゃったんで、これもゴレが何もしないでやられちゃいましたね。多分これは相当焦ってたと思うし、実はこれ取らなかったらクラン対戦負けだったんですけど、それをやっぱね、両太郎さんこの逆走した中でもきっちり形を取り直してくるというところがね、本当にまあさすがだなというふうに思いますね。で、ディガーを今ね、4次元からこう入れてもうダマインにしていきますね。この形でうまいのはもうジャンプをここに打っていってます。これっていうのはおそらくね、この辺に打ったはずだったんだろうと思うんですけど、それをもうね、クイーンに使っていくっていうところがもうこのプランニングのちょっとしたこの起点ですぐこう切り替えできるっていうのがすごいですよね。で、形ができてるじゃないですか。こっちには、ババキンがいてサイドカットで、この部分っていうのは、ディガーがゴリゴリ押していくと、さらに下側からはクイーンが、防衛施設のターゲットを取りながら、しっかりね、施設を削ってボーラーが変な方向に流れないようにこう誘導していく。でこれでね、綺麗なこの、3段の、攻めができてるんですよ。ババキンとネクロ部隊、あと、ディガーで、あとは、アシャクイということでね。でこうなってくると当然ディガーもそれませんし、アシャクイもね、単独ではないんでダメージが集中しませんから、こういう風にしっかりクイヒが生き残ると。いやーでもね、ここまで来るともう全開が見えてくるんですけど、なぜかね、ディガーって上手い人が使うとすっごい伸びるんですが、私なんかが使うとね、すぐにこう消えていなくなってしまうんですよ。そこら辺がね、ちゃんとディガーをまとめて、見えにくいんだけどしっかりまとめて誘導して、で、ダメージが集中しないように他のババキンとかね、ネクロとかでこうサポートしてあげながらサイドカットしていくと、またサイドカットが、ディガーのちゃんと誘導につながるっていう、こういうね、相乗効果、これをね、相手の配置のその壁のくっきりなんかを見ながらどういう風に作っていくか、これがやっぱりタウンホール11のね、ディガーを使う場合のすごい重要なポイントなんじゃないかなと、まあ、いう風に思いますね。まあ、もちろん L 字を作るとか、まあ、そういう基本もありますけど、まあ、ディガーを突入させてからはね、今みたいなあとちゃんと他の部隊と の, その共同っていうのを作ってあげるのがいいんじゃないかなと思います。はい、というところでね、本日は失礼したいと思いますが、今後もまたいろんな動画上げてきますので、ぜひぜひね、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。